ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ、淵上咲のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの淵上咲です。広島のタウン情報誌ウィンクとのコラボレーションでお送りするショコラジ、今日のお相手はウィンク広島編集長通販こと椿みのりさんです。よろしくお願いします。もう外のカメラ見ると、うん、ああ梅雨に入ったんだなっていう感じの、ね、ちょっと衝撃ですよね。早くてね、早すぎますね。はい、あの過去2番目に早いということで、うん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 、ちょっと桜の開花もね合わせると季節が1ヶ月ほど狂ってるんじゃないかなって本当、ね、思っちゃいますよ ね、 ねあれと思って、5月だったよねって思いました。そう、ゴールデンウィーク終わったばっかりですから ね、 ねちょっとついていかない方もね、そうそうそう、気持ちが体もねちょっといるかもしれない。いや私もね、うん、今朝あの出勤する時に綺麗に髪の毛を巻いてきたんですけど、うん、はいはいはい、後方も湿気で残ってなくて、ね、湿気がね、そうなんですよ。いや今日湿気すごかったですよね。なんかねすごいですね。私ももっとなんか、うん、あ、服とかしっとりいつもよりしてるなと思って。そうなんですよ、ねね、そう、髪の毛も巻いてきて、うん、あの今日はね一つにまとめてきたんですけど、うんうんうん、であのちょっと触覚みたいにピョーンと出して、うんうん、くるくるってしてきたんですけど、うんうん、ないよね、まっすぐにピーンアリさんみたいになりました。いやでもね、うんうん、まあ、いろいろちょっとお伝えすることがありまして、はい、梅雨に昨日入りましたと、うん、はい、緊急事態宣言が今日から、はい、適用ということで、はい、皆さんまたねちょっと、ね、うん、おうち時間が増えると思います、はい、それから野球なんですが、はい、今日は予定通り今のところ開催されるということですので、はい、ショコラジは30分短縮バージョンとなります、はい、も情報が渋滞しているんですが、そうですね、いっぱいありますね、いっぱいありますが30分という短い時間をね、はい、皆さんと楽しんでいければなと思います、はい、でもちょっとね最近心が落ち着くことがあって、うん、あ、はいはいはい、それが、うん、夜寝ていると、うんうんうん、あのカエルのね鳴き声が聞こえてきたんですよ、うん、ほう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 、ゲロ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 、カエル家で、そうなんです、嘘、今の時期あのカエルの合唱が聞こえる時期に、あ、そうなんだ、なって、で私の家の周りはその田んぼとかないんですけど、川とかも、川もね近くにはない、普通に、すごい、ね、けど、うん、ま、遠くから聞こえてきて、あ、落ち着くなと思って、あ、そうか、はい、え、実家とかないですか？いや、ないし、私カエル、ないし、カエル苦手なんですよね全然関係ないけどちっちゃい、そうですか、そういう爬虫類系とかちょっと得意やな、私もね、あんま好きじゃないんですけど、うん、鳴き声は好きで、あ、そう、あ、なんか私聞こえたらちょっとうわってなっちゃう、風情がないし、いや私あの地元がね、うん、本当にあの田舎で、うんうんうん、田んぼ道がずーっと目の前に広がってるんですよ、で、まあ、あの、そう、うん、山手線みたいな感じで小道があって、うん、一周したらちょうど1キロになるんで、そこを、まあ、ランニングコースにしてたり、あと、まあ、恋人とね、うん、歩いたり、恋人とね、ちょっと思い出のある場所なんですけど、うんうんうん、そこがやっぱこの時期になるともう本当多分何百匹、何千匹ぐらいもいるのかなマジで無理だからもう慣れてるんですよ、でも本当昔は苦手で、そのカエルの大合唱が聞こえてきたら、うん、もう本当騒音レベル、すごいね、高架線の下にいるんじゃないかってぐらい、電車が通るぐらいカエルの大合唱が聞こえてきて、怖いよ、で眠れなさすぎて、私も親に、うん、もうカエルがうるさくて寝られへんみたいな、なんとかしてみたいな感じで泣いたりしてたんですけど、すごいね、だから多分そういうね、あの田んぼの近くに住んでる方は経験が、ね、はい、あると思うんですけどね、すごい、100匹、ひえ、怖すぎる、100匹どころじゃない、もっといい、マジで、はい、無理無理無理、絶対無理可愛いもんですよ、よくね昔あのバケツいっぱいにカエル集めたりいや、あと違うさんか、私がです、いやだ、あと友達の中には、うん、このカエルを口の中に入れて、いやいやいや、意味わからん、意味わからん、お汁を吸うっていうそういう趣味の子もいました。いやなんかでも、はい、それこそ私、まあね、広島市内ですけど、小学校に絶対一人はカエル持ってくる子いるんですよね、意味が分かんないと思ってて、ちっちゃい時にでも私も、ま、ちょっと負けず嫌いなところがあり、そのなんか怖いっていうのは言えなくて、言いたくなくて、だから触るとか言って、あ、うん、
って大丈夫みたいな、なんかちょっと今は大丈夫みたいな今は大丈夫なんかそんな10分後ならいいのか、そうそう、怖いことをちょっと言うのが嫌だったっていう記憶がめっちゃある。でも絶対持ってくるからです。しかもめっちゃでかいやつ。あ、多分まだマシです。私のコミュニティに、ちっちゃい頃のコミュニティに椿さんが入ってきたらもう多分生活できないと思います。気絶すると思う。カエルの汁を飲むことが無理だよ、無理だ。いやでもバケツいっぱいとかでしょ。そう、バケツいっぱいにで手突っ込んでカエルバーって申し上げたりしました。無理無理、すごい鳥肌立つと、甘がいすいません、苦手な人はちょっと鳥肌立ってるかもしれません、ね、そういう季節になりましたので、ちょっとね、風情を感じながら生活、はい、ちょっとすごもり時間が、そうですね、季節をね感じるのは大事ですね、うん、はい、そうですね、季節を感じながらショコラジもお送りできればと思います、うん、さあ今日のショコラジなんですが、はい、この後午後1時半までの30分の短縮バージョン、1時半からはベリーカープ RCC カープデーゲーム中継、マツダスタジアムからの広島対 DNA 戦が予定されています。でショコラジ内でも解説の天谷総一郎さんと実況の石田充アナウンサーとつないで試合直前の様子なども伝えてもらいます、はい、ということで今日は短いんですが、はい、何でもお便りも送ってきてください、うん、はい、宛先はメールラジオアットマーク RCC.net 小文字で RADIO@RCC.net ファックスは082-221-3300 082-221-3300 です。ツイッターはハッシュタグショコラジ、カタカナでショコラジをつけて、ツイートしてください。さあ今日はね雨予報だったので、うん、はい、ちょっと昨日からドキドキしていたんですが、うんうん、そうですよね、というのも、まあ、ショコラジが、はい、もしカープが、うん、あの試合なくなれば、はい、2時間のフルバージョンだったんですよね。そうですよね。でも、まあ、あるということで30分になって、うん、で実はダブルスタンバイって言って、うん、私たちあの、うん、両方とも行けるようにスタンバイしてたんですね。30分用とね2時間で、2時間30分と2時間って結構ですからね、違いますから、ね、30分から1時間じゃなくてね、うん、そう用意してたんですけど、うん、まあ今日は使わなかった、はい、ということで30分バージョンなんですが、はい、まあでもね、あのこうやって用意しているんですけど、うん、はいはい、私いつも同じ、うん、まあ、ルーティーンというか、はい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 、ショコラジに臨むにあたって、うんうんうん、をしているんですが、はい、今回はですね、ちょっとショコラジ新聞という、はい、うん、のウィンクに、はいはい、毎月ね掲載されている、はい、ショコラジ新聞というページがあって、はい、それにその私の、うん、ルーティンを当日のね、はい、載せてくれているんですよね。はい、はい、そうなんです。これショコラジ新聞っていうのは、椿さんが担当してくれてるんですよね。そうなんです、そうなんです。毎月ずっと、はい、本当にラジオがショコラジが始まって多分です1年以内ちょっと経ってからこのコーナー始めたんですけど、はい、そこからずっと始めた時からずっと私がひたすらページを担当してます。そうなんです、ね、そうなんです。そうで、うん、なんかあの2ヶ月前からやるじゃないですか。そうですね、ウィンクがねやっぱ月刊誌なので、うん、もう1ヶ月、まあ、いわゆる発売1ヶ月ぐらい前にはもうその紙面の、ね、内容とかを決めてたりするんで、うん、はい、そのま、もうちょっと前からそのネタをねいつも話させてもらったりして、そうですよね、おりまして、だから今回5月号なんですけど、うん、3月ぐらいに話し合って決定したのが載ってるということで、そうですね、はい、うん、そういうことですね、はいはい、髪型も私あショートヘアだと思う、かなり短いそっかそうかも、うん、今伸ばし中なんで、そっか、あ2ヶ月前こんな自分だったんだっていう自分だったんだ写真見て思ったんですけどそうそう、ちょっとねあの、はい、ルーティーンを今回は、うん、載せてくれているということで、はい、ちょっとね紹介してもらえますか。そうですね、まずですね、はい、朝の7時ですね、はい、出社3時間前に起床、朝食はしっかり食べると。そうですね、うん、はい、チョコラジの日は朝食はしっかり食べるようにしてます、うんうん、今日はもち麦のリゾットを頑張って作って、うん、そうですね、食べてきました。今日でももち麦なんですよね、一日もち麦お昼ももち麦でした、もち麦ですね、はいはい、で朝8時に新聞を声に出して読んで滑舌をよくと、うん、はい、はい、そうですね、これもなんか恥ずかしいな自分のルーティーンあんま知られることがないからちょっとやってますよ感が出ちゃうんですけど、でも新聞の声出して読むっていうのは、うん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 、あの入社して1年経った頃からやり始めて今も続けてることではあるんですけど、はい、なんかね、やっぱ新聞声に出すことってねやっぱない、まあ、あの雑誌とかもそうですけど、うん、なんか私たちも間違いに気づくために声を出し、はい、声に出して読むとか構成の時にっていう人もいます、やっぱり。あ、そうなんですね、うん、そうなんです、はい、で続きまして、はい、朝10時出社したら発声練習。そうです、10時に出社なんですね、うんうん、これは今日はちょっと忘れました
言ってましたね。ちょっとバタバタ、ね、そうですね、いろいろダブルスタンプ、ね、はい、しっかりとやるときが多いです、はい、と言わせてください、はい、で次11時、はい、スタッフ全員で打ち合わせ、はい、ですね、そうですね、毎日これ30分バージョンが確定の時とかはまあ11時半からとか、うん、そうですよね、打ち合わせし始めてっていう感じなんですけど、うん、でも今日はやっぱそのね、もしかしたらっていうところがあったんで11時からやりましたよね。やりました、いろいろ喋りました、はい、そうですね、はい、はい、で次12時に軽めの朝食、あ、朝食じゃない、すみません、昼食ですね。そうですね、朝がっつりだから昼を軽めにしてるけど、でもスイーツは絶対あるんですよね。絶対食べるんですよやっぱりテンションを高めていかないといけなくって、うん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 、で今日はもみじまんじゅうをいただいたんですけど、うん、はい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 、やっぱね、うん、なんかその時に取った糖分が今、うん、ガーって来てます、今来てます、いい感じに絶対コンビニとかで買ってきてますもん ね、うん、毎回ね、エネルギーを入れないと喋れない、ね、好きなものを食べるっていいことですね。そうですで1時から放送スタート、 まあ、あっという間に基本2時間ですけど、うん、まあ、今日はね短縮バージョン一応30分となってますが、はい、そうですね、うん、で、まあ、15時に終了、うん、そうですね、はい、はい、で3時に、まあ、放送後の雑談とおやつタイムというふうに記事には書かせてもらってますけど、そうですね、反省会と言いつつ雑談って感じですね。雑談ですその中に反省点を見つけていくそうそう、ね、っていう感じでなるほどね、プラスお菓子ですよね、はい、そうです、必ず誰かしらから出てきてますよね。そうなんですよ、今日も持ってきました、ね、はい、はい、で一応4時、まあ、帰るまでに届いた全メールに目を通すというのが最後にあるみたいですね、うん、はい、そうですね、はい、ツイッターも欠かさずに見ておりますが、うん、あ、そうですね、はい、うん、そうなんですよ、はい、こういうルーティンで私のショコラジというのは、うん、はい、はい、やっているんですが、うん、いや面白いなと思いました、すごい あ、そっかそっかとか、私も知らないことたくさんね、あったんで、はい、いやでもこのルーティーンは正直あの私の理想論って感じベストな時、ベストな時 100% これではないです、やっぱり朝食は食べられない時もあるし、でもこの写真もね、私あの朝食家のご飯作ってるんですけど、作ってこれはね、あの撮影用に作りました、いつもより豪華、ね、いつもより豪華です、はい、だからもう理想は、うん、まあ、こうですけど、うん、うまくいかない時もあります、うん、でも記事ではお米を食べるって書いてありますけど、まあ、今日はもち麦だったりね、そうですね、いろいろですね、パンの時もあります、あ、そかそか気持ちね、理想的な時ですね、はい、いや、そうですね、なるほど、ね、まあ、こういう風にちょっとなんか私の赤裸々な部分を、うんうん、ページにしてくださっているそうですね、っていう感じなのがショコラジ新聞なんですが、そうですね、はい、なんか作るにあたって椿さんもこだわりとかあったりするんですか。そうですね、でもやっぱ基本的にはその番組とのね、そのコラボのページなので、うん、何かしらウインク読者にはショコラジに興味持ってもらいたいし、はい、でもちろんその話をすることでリスナーさんにもウインクに興味持ってもらえればっていう、なんかそういうのはあるかもしれない。あ、なるほど、うん、お互いにね、そうですね、プラスになるような記事ということで、そう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 、楽しくねできたらいいなと思います、はい、ちょっと私もぜひ今回の読んでほしいので、うん、そうですね、はいはい、皆さんよかったらぜひ手に取ってみてください、はい、来月号のショコラジ新聞もお楽しみに、はい、ショコラジ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 ハテナでカープ。さあ、カープはこの後1時半からマツダスタジアムで DeNA と対戦します。試合直前の様子をマツダスタジアムにいる解説の天谷総一郎さん、実況の石田充アナウンサーに聞いてみましょう。天谷さん、石田さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。天谷さん、お久しぶりです。久しぶりですね。はい、お願いします。はい、あのよろしくお願いします。楽しみにしてました。ありがとうございます。もうショコラジファミリーということで、はい、ありがとうございます、はい、さあちょっとあのこちらから外の様子あんまりわからないんですが、うん、今いかがでしょうか、石田さん。今ですね、雨自体は降っていないんですね。肉眼で確認できる雨粒はありません、はい、まあ、ファンの方も本庁を脱いでいますから、現状マツダスタジアムは天気的には曇り空という感じですね。ただ午前中はずっとブルーシートもかけられていまして、はい、試合前に行うノックもですね、外ではできなかったということになっています。ただあの白い線も引かれまして、マウンドももうシート剥がされていますから、このまま行けば予定通りあと10分後に床田投手がマウンドに上がる見込みだと思います。はい、え、天気はちょっと持ちそうな雰囲気はありますか。さっき天気予報読んだら淵上さんですよね。そうです
けど、いや天気予報がちょっと雨だって書いてあるから、それを我々は信じて今やろうと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。それを頼りにしてましたが、まあ、ちょっとね、はい、夜になればなるほどぐずつくというかね、雨が強くなりそうという予報でしたから、はい、まあ、早めにもう予定通り開始して早めに今日はね、浜谷さん、はい、トップ戦というか、はい、スムーズな試合展開で9回裏の攻撃がないことを祈りたいです。まあそうですね、まあ、あの試合開始も遅れなさそうですからね、はいはい、大丈夫だと思います。はい、わかりました、はい、では今日のスタメンを教えてください。はい、カープの方をお伝えします。1番セカンド菊池、2番センター葉月、3番ライト鈴木、4番ファースト松山、そして5番にプロ初小園選手がショートで入りました、はい、6番サード堂林、7番レフト西川、8番キャッチャー石原智樹、9番ピッチャーが床田となっています。はい、これあの前回の先発で床田投手があのすごくいい投球をしていたと天谷さんも放送でおっしゃっていたんですが、天谷さんいかがでしょう。よかったですね、前回巨人戦だったんですけども、球数的にも7回が最後かなっていうところで150キロ出していましたし、力の、まあ、出し切った投球ができたんではないのかなと思いますね。はい、あとは小園選手は注目してますよね、やっぱり。そうですね、やはり非常に状態もいいですし、プロ初の5番ですよね、はいはい、まあ思い切って、やってくれればと思いますよね。三振数も非常に少ないですし、追い込まれてからの粘りっていうところでもやはり成長を感じますから、今年は非常に楽しみだなと、今年というか今日の試合も楽しみだなと思いますね。はい、わ、活躍してほしいですね。ちょっと今日の、はい、また注目って続くんですけど、はい、一番の注目ポイント、私は堂林選手をに注目したいなと思います。どうしてですか。やはり右ピッチャーに対して、左バッター阿部選手使ってくるのかなと思ったんですけども、はい、まあ、昨日もスタメンで堂林選手入って、今日も、ピッチャーピープルズ投手がスライドという形で、堂林選手スタメンなんですけども、昨年の開幕2戦目ですよね、石田さん、はい、ピープルズ投手から3本を打って飛躍のきっかけになった投手なんですよね。へー、バッターってそういうの結構覚えてるんですよ、はい、なので今ちょっと成績的にも低迷しているところなので、うん、まあ、昨年の、いいものっていうのを信じて、今日その飛躍の紫外線は、ね、曇り空も通るんでね、日焼け期間も、ね、大事かもしれませんが、はい、きっかけきっかけにしてもらいたいなと思います。ああ、わかりました。飛躍のきっかけ略して飛躍です。なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます。そうです、伝わりやすいです、はい、ちょっとね、そんな天谷さんに実はストレートマンさんから質問が来ていまして、はい、天谷さんに質問です、はい、こういう梅雨の時の体調管理で気をつけていたことってありますか。個人的に僕は汗を非常にかくので水分取りがちなんですけども、そこがぶ飲みしないってことだけは考えてましたね。お、体的に丈夫そうに見えるんですけど、非常に私ナイーブなもので、飲みすぎてしまったら次ちょっとお腹を壊すたりとかすることもあったので、はい、まあ、こまめにちょびちょびと飲むようにはしてましたね。そっか、見かけによらず繊細。うっそ、石川さん大丈夫ですか今のは。そうなんですね、はい、そっか、こういう時期ってでもどうなんですかね、ちょっと季節の変わり目で気温がまたなんか変化するじゃないですか。そうですね、疲労ってなんか溜まりやすいのかなって。いや、溜まりますよ、それは溜まりますけど、もうそこはもう今のそのなんていうんですかね、選手たちは頭もいいですし、その、はい、ケアするものっていう、まあ、ケアするトレーナーさんとの、その意思の疎通とかもしっかりできていますし、医療器具も発達してますし、まあ、しっかりと、ケアっていうのはみんなやってると思いますね。ああ、そっか、わかりました。ちょっとじゃあ今日もね、万全な皆さん体調で臨んでいるということで、はい、試合楽しみにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日焼け気をつけてくださいね。はい、日焼けは気をつけます。ということで、マツダスタジアムから天谷総一郎さんと石田充アナウンサーでした。ベリーカープ RCC カープデーゲーム中継、広島対 DeNA の試合の模様はこの後1時半からお送りします。
お便り、はい、北枕のワニさんから、はい、嫌な梅雨に入りましたね。んそんなムシムシとした昨日、自宅のそばの中学校の花壇で華麗に咲き誇るコスモスを見つけました。コスモス、ね、秋の桜と書いてコスモス、ね、秋の花ですが、はい、ね、アジサイが咲き始めたこの時期にまさかの秋のお花が拝めるとは。東広島でも一箇所見つけましたよということで、ピンク色でね綺麗に咲いてたみたいですけど、ね、綺麗本当にね写真が ねすごい季節間違えたんでしょう ねたまにありますよね、うん、そういうのね。私もこの間それこそ、うん、どこだっけな、山の方でロケしてたらどこかのね忘れちゃったんですけど、広島県内の県内のうん、うん、でロケしてたら、うん、モミジが綺麗に紅葉してて真っ赤になってたんですよ。そうびっくりしました。それなんかちょっとそのねコスモスにもね、うん、ちょっと通じるとか秋ですね。自宅の方に聞いたら、あの主営者の方に聞いたら、うん、毎年この時期にも秋にも紅葉するんだよって言って、そうなんですね、そう面白いなっていうのを思ったんですが、うんうん、あとはバナナの神様から、はい、最近あたしんちを見るのにハマっています、うん、1本10分以内クスッと笑えるエピソードばかりで気づいたら2時間くらい経っています、うん、お二人はマイブームありますか？でもテレビとか映画とかめっちゃ見てます。私もすごい見てます。サブスクのやつとか入ってるんで、わかります。めっちゃ見てます。私あの最近インスタグラムで赤ちゃんの動画を見るのにハマってます、うん、可愛いんだもん。もう動物とか見ます。そう動物もね癒されます。赤ちゃんの動物とか癒されるめっちゃ癒されちゃう。この後はカブということで一緒に応援しましょう、はい、ここまでお送りしたのは、はい、ウィンク広島編集長椿みのりと淵上咲がお送りしました。ベリーカップ RCC カープデーゲーム中継、広島対 DeNA 戦をこの後お楽しみください。